もなく鳥羽、鳥羽に到着します。ふにゃー、ゆっくり霊夢でしゅ。ゆっくりマリサだぜ。もう起きたんかい。まだ鳥羽なのぜ。マリサー、中川からは闇に向かうよう。どうしたんだぜ唐突に。近鉄の神様から橿原市の象徴たる大和八木駅の紹介をするよう信託を受けたんだよ。おいおい寝ぼけてんのか。中川から先の切符はあるのか。はい、これだよ。中川から伊勢志摩ライナーか。神様云々は抜きにしても八木の紹介って何するのぜ。八木駅の魅力を存分に視聴者様に伝えれば神様もお喜びになるよ。まあいいか。どうせ予定も決まってなかったんだしな。しかし霊夢の言う近鉄の神様って何なんだろうな。ウプムシやパチュリーの仕業なんだろうけどな。まあいいか。何を見せてくれるのか興味がないわけじゃないからな。鳥羽駅だな。今度は快速三重に乗車してみて改めて近鉄特急のありがたさを見直そうかしら。確か急行といい勝負じゃなかったか。まあ有料の速達列車と無料の速達列車を比べるのはフェアじゃないけど。鳥羽発車時点の車内はこんな感じね。こちらはちゃんと五十鈴川に停車するわよ。勝手な思い込みだが伊勢三連星全部止まるのが当たり前に感じてたからな。この特急はレアだしね。また復刻塗装バージョンの5200系に会えたわね。 5205F しかこの塗装はないはずなんだけどな。名張行きの急行のようね。やっぱりスナック目当ての撮り鉄が多いのぜ。伊勢路を駆け抜けるのは今日が最後だからね。明日は名古屋から上本町だしな。延期しちゃったラストランツアーでは賢島まで入線するんだけどね。まあ旅行商品だからな。それさてもう宇治山だよ。私たちは多分これが本当のラストランよね。何かの間違いでまた臨時運用されなきゃな。されちゃったら多分また来るわね。宇治山田発車後 ACE 取り棒。今日はほんとこいつばっか見かけるのぜ。その割には乗車する機会に恵まれないね。今回の目的はビスタ高特急とスナックに最後の挨拶することだったからな。その他の運用は全く調べてなかったのぜ。案内中に伊勢市駅に着いたわね。思えばこれだけ今年乗車してきて一度もこの辺りで降りてないのな。伊勢うどんや赤福もいただきたいわね。赤福もいいがまずは峠の力持ち忘れんなよ。本店と米沢支店両方なんだぜ。前に翼のグリーンに乗車した時のことでしょ。忘れてないわよ。ただ峠駅で買うには各駅停車に乗車しなきゃならないのよね。当然普通列車で行くよな。あ、はい。まあウプ主もいろいろ考えてるようだから期待しとくのぜ。この動画を作成している8月中旬現在でまだ夏休みすら取ってないのよね。その際に何やら企んではいるようだがな。頭の中にはやりたいことはいろいろあるようだしね。明星検釈が近づいてきたね。今日のびっくりドッキリメカは何じゃらほい。ツートンカラーの一般型車両ばっかだったので。まあそういうこともあるわよ。
ってあら、1440K1438F がいるわね。三重交通復刻塗装のやつだな。もともとは 1430K だったけど、名古屋線ワンマン運転対応改造されたのが 1440K ね。明星所属の3編成すべてが改造済みなのぜ。もう松坂か。その次が中川だからもう少しでお別れね。松阪牛って言っても品種のことじゃないのよね。子牛を全国から買い付けて松阪市周辺で肥育した牛のことだな。後の条件は黒毛は種で未計算であるということね。ということはオスは対象じゃないんだな。性別の違いで脂肪の融点が違うとか舌触りが違うらしいけど、ウプ主がわかるわけないのぜ。あと、ホルスタインのオスを去勢したものをブランド化してるとこもあるわよ。食に対する人間の探求心は半端ないのぜ。さらに言うとスーパーとかで売ってる国産牛って大体はホルスタインよ。牛乳出さないオスの行き着く先か。しかしこれだけ牛を食べてると牛の怨念が鳥獣に、カウラやオクスターが出てくるのぜ。オクスターは水牛怪獣よ。いよいよお別れの時ね。4月にお別れした時はまた乗れるとは思ってなかったのぜ。おそらく今度こそ本当にお別れね。だな。賢島で8連のスナックも撮影できたし、ひとまず満足したわ。明日は名阪で8連なんだよな。別の予定があるから今日8連スナックの撮影を無理やりねじ込んだのよね。到着しちゃったね。あ。最後まで頑張るんだぜ。バイバイ。スナックを見送ってしばらくしたら次の乗車電がやってきたわ。黄色の伊勢志摩ライナーなのぜ。名物大阪線と名古屋線の分岐と中川連絡線なのぜ。連絡線のおかげで名阪特急が中川でスイッチバックする必要なくなって便利よね。そして赤服、この看板も今年何回見たかしらね。その前にカイトトンネルなんだけどね。新ってことは旧青山トンネルもあったんだな。ここから少し南側にあったわよ。新青山トンネル走行中なのぜ。旧青山トンネルは単線で高速化のボトルネックになっていて、近鉄様もなんとかしようと思ってた矢先に大事故が起きてしまったの。詳細は省くけど、それは凄惨な事故だった。事故を受けて近鉄様は当初の予定を前倒しして新青山トンネルを完成させた。これにより大阪線の全線複線化が完了し、高速化をはじめとした恩恵を受けることとなった。なるほどな。詳細はネットで探せばいくらでも見つかるわね。青山町を通過中なのぜ。前にも話したけど、時刻表に存在しない始発の特急があるのよね。隣の特急停車駅が神戸も通過だな。京井系統の場合は中川と八木の間は名張しか停車しないのよ。阪神特急のライナーはあちこちに停車するのぜ。名張到着直前で謎のスローダウン。信号が赤なのかな。止まっちゃったね。やっぱそうか。動き始めたのぜ。雪のビスタから見たサニーと同じかしら。
クーラーの形状からして多分同じ12410系かな。サニーカーの見分け方については過去動画をご覧くださいね。宣伝オッズ。ようやく名張だな。高特急運用の伊勢志摩ライナーは通過するわね。逆に全てのオッズ特急が停車するんだぜ。到着したところで今回はここまでといたします。近鉄をあちこち乗り回してるとどうしてもヤギは避けて通れんしな。今回の動画でも触れた通り、次回はそのヤギ駅について紹介していくわ。どこに需要があるのぜ。皆様ご存知でしょうけど、ちょっとしたスポットも紹介いたします。次回もぜひご覧くださいね。チャンネル登録もよろしくお願いするのぜ。それじゃそろそろお開きなんだぜ。ご視聴ありがとうございました。